カラフィナは日本の3人組女性ボーカルユニット、スペースクラフトプロデュース所属、レーベルはサクラミュージック、2019年3月に解散した。もともとは全7部からなる劇場版、アニメ、空の境界主題歌プロジェクトのために結成されたユニットであった。メンバー未公表のままデビューシングル、オブリビアスをリリースした後、2008年4月29日に、 開催されたライブレボカジューラユキプレゼンツドリームポート2008に出演し、カジューラのフィクションジャンクションの一員として活動していた若菜と稽古が参加していることが明らかとなった。カジューラは同ライブのパンフレットでカラフィナは定員のない流動的なユニットと語っており、その言葉通りセカンドシングルスプリンターアリアから光るトマヤが加わった。 空の境界主題歌プロジェクトの楽曲が収録されたファーストアルバムリリースを機に、マヤがユニットを離れて活動することが発表され、ワカナ、ケイコ、ヒカルの3名を正式メンバーとして活動を継続していくこととなった。あとの2010年7月6日に、BFM でレギュラーラジオ番組のカラフィナクラブが開始した。結成のきっかけとなった。 プロジェクト、劇場版空の境界を制作した、アニメーション制作会社、u f o テーブルの制作作品とタイアップすることが多く、デビューシングル、オブリリアスから、最後の楽曲となった21枚目のシングル、百花両欄までに、全35曲のタイアップのうち15曲を、u f o テーブル作品とタイアップしていた。また、梶浦が日本放送協会の番組にて、 音楽制作を担当した園から NHK が放送する番組とのタイアップも多く、過去にタイアップを6曲行っていた。さらに、魔法少女窓かま儀家の主題歌を担当して、以降、同シリーズのタイアップを5曲担当した。ユニット名については、若菜と稽古がラジオ番組に出演した際、ユニット名の由来は秘密と語ったりしていたが、名付け親の梶浦が、 カラフィナは造語なんですよ。意味も由来も何もありません。意味はないけど、ただちょっと東欧っぽい響きがいいなぁと思ってつけたことは確かだけどね。とツイートしている。カラフィナの名前の由来って何とよく聞かれるんですが、実はあれ、ルーマニア語のアナフォロックの逆さ読みなんですよ。神に背くものという意味なんですって。というのは、カジューラのエープリルフルネタである。 12月22日、カジラが所属事務所のスペースクラフトを退社することが発表され、これにより、カラフィナも活動休止の方向へと報じられた。1月23日、日本武道館で、カラフィナテンスアニバーサリーライブ2018を開催。2月20日をもってカジラが退社し、カラフィナのプロデュースも降板した。3月13日には同月末をもって一部メンバーが、 合体という報道が行われ、ラジオ番組、カラフィナクラブも3月末をもって終了が決定。後にファンクラブサイトにおいて、メンバー1人が事務所を退社するとの発表が行われた。3月30日に封切られたドキュメンタリー映画、カラフィナテンスアニバーサリーフィルム夢が紡ぐ、輝きのハーモニーの舞台挨拶が事実上3人の最後の活動となり、 4月13日には慶子が4月1日にスペースクラフトを円満退社していたことが報じられた。9月から10月に開催された若菜のソロライブツアー若菜ライブツアー2018時を超えてファイナル公演においてシングル時を超える夜にでソロデビューすることが発表された。11月2日、梶浦慶子に続き光も10月20日をもって スペースクラフトを円満退社していたことが報告された。公式ホームページには3人がメンバーとして残っているもののメンバーの退社が相次いだためカラフィナとしては休止状態に陥り和からのみスペースクラフトに残った状態となった。3月13日活動を再開することは困難として解散を発表。カラフィナファンクラブハーモニーは4月1日より ワカナオフィシャルファンクラブとしてリニューアルし、会員情報も引き継がれることとなった。2019年より、元メンバーのワカナが、ビクターエンタテイメント、2020年より、ヒカルが、HELI カロリー名義で、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパン、ケイコが、エーベックストラックスよりそれぞれソロで、メジャーデビューした。また、カラフィナ時代の楽曲は各メンバーが、 ソロライブで歌っているほか、2021年からは、元プロデューサーの梶浦幸主催のゆき浦ライブでカバー披露されることも発表されている。順位は、オリコン週間ランキング最高位。劇場版空の境界の DVD 初回限定版に付属する CD。 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年。ありがとうございます。